撮影をしてたりだとか、あとコンテストなんかでもそうなんですけど、意外とモデルさんと衣装とのマッチングっていうのがすごくこう無理があるケースっていうのはすごく多い気がしたんですよ。で、特にお客様が見るときのホームページの撮影なんかのときは、そこのイメージがずれちゃってるから、こうお客さんに対してはマイナス、本当はね、プラスイメージのつもりの広告がマイナスイメージになってしまうので、これ逆に出さなかったらよかったんじゃないのということもなきにしもあらずだったりするわけですよね。やっぱりそのまずモデルさんに必ず似合うことっていうのが大前提でやっていかないといけないと思うんですよ。彼女はですね、もう自らにモードな印象というか、こういう世界とかすごく跳ねやすいんですね。シンプルモダンで、僕ら言ってるんですけども、やっぱモード感のある、とにかくこう研ぎ落としたファッションっていうのかな、こうそれがすごく彼女で跳ねやすい。今日はですね、彼女をあえてポップフェミニンの3番でやるぐらいの方が面白いんじゃないのっていうことでやってみようと思います。というのは、彼女ってもうイメージが出来上がっているので、そのイメージをどうやって壊して違う調整度に変えていくかっていうことも、ね、また僕らの、ね、美容師としてはすごく大事なことなんじゃないかと思うんですよ。で、多分それが今サロンの美容師さんが問われていることなんではないかと思うんですよ。というのは、よく聞くのはお客さんが飽きて、お客さんが去っていくっていう話をよく聞くんです。それはやっぱ僕らの中でも決めちゃってる部分がね、この人はこういう感じって決めちゃってる部分があるから、そうじゃなくて、女性ってやっぱりいろんな女性と求めるので、決まったら、デッサンをしていくのがいいかなと思う。デッサンをするのがいいっていうよりも、イメージを固めていくっていうことが大事だったりするんですけれども、そのイメージを固める前にテーマを決めないといけないわけですよね。例えばその撮影をするにしても、コンテストがあるか自分が作るにしても、テーマがないとどこに向かっていいかわからないっていう部分があるので、大人っぽいとかかっこいいとかかわいいとか、あと困るのはふわふわした感じとかって言われても、そんなこと言われてもよくわかんないよねっていうのが、実情 で、何が言いたいかというと、テーマがしっかりしてないと、はっきりしてないと、周りがみんな困っちゃうわけですよね。もちろんお客さんも困るんですけど、特に撮影の場合っていうのは、ヘアがいて、メイクがいて、コスチュームがいて、カメラマンがいて、その時に、じゃあふわふわした感じでいきましょうって言った時に、みんなどこに向かっていいかわからない。そうじゃなくて、もっともっとはっきりした、例えばじゃあ年代で、じゃあ60年代でもいいし、一番わかりやすいのは雑誌とかで言ったらお客さんたちも伝わりやすいと思うんですね。例えば雑誌でいう何々系とかっていうと、もっともっとイメージしやすくなってきませんか。ここは写真見ながら、自分だったらどういうふうに変えようかなっていうのを、もうちょっとデッサンしてみましょうか。デッサンって私もほら、うまく描かなきゃみたいな意識もあるかもしれないけど、実際はほらデッサンとかって、大丈夫だもそうなんですけど、自分のためなんですね。自分のどういうふうなイメージで切るかっていう、自分のためなので、うまい下手は関係なくね、自分がいいと思うように描いてみるっていうのがね、大事だったりすると思います。で、多分デッサンに描けたら、今度はそれを使いに、大丈夫だもに落とし込んで、この絵をどういうふうに作ろうかっていうのを考えて、例えばアンダーセクションこういうふうに切ろうとか、オーバーセクションこういうふうに切ろうとかっていうのを書いていくってことが、ね、大事かなっていうのを思いますね。デッサンした材料も書くっていう、その反復の部分を常にやっぱやっていくとね、こうお客さんやるときにもその瞬発力っていうんですかね、そこがこう割と身につきやすいというか。右よりも前で撮るのか、もしくは右よりも後ろで撮るのかによって、最終的なデザインも多分この幅感が変わってくるということですね。分かります。ということは、この段階で自分がセクションを撮るときにすごく慎重にいかなければいけないということですね。分かります。だから、ここはなんて言うんだろう、このデザインをするときはここで撮ればいいんだっていうパターンにするんじゃなくて、その角度の生え癖だとか、特にこの辺ほら、配慮強いところなので、それも考慮した上で、どこにしようかなっていうのを決めて、で、取ってあげるということが大事ですね。で、
支配してると思いますよ。レングスで全てが決まっちゃうってことですか。レングスさえその子にハマってれば、まあ、大概はうまくいくんですよ。そこが外れてしまうと、まあ、結構こうガタ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 くれる。すごい何度も何度も切り直してるじゃないですか。この正中線、ちょうど今彼が切ってるところですね。ここはね、もう何度切り直してもいいから、一番時間をかけた方がいいところ。切っては見て、切っては見てって繰り返しですよね。それ何かって言ったら、多分最初に彼がデッサンした時に、今日はこういうふうな形にするんだっていうイメージを使い続けてるだけだと思うんですよ。ここを右発進して、ただこうガイドを切ってそのまま進んでいってしまうと、あのコンテストなんかでよくね見てて思うのは、途中まで行ってから、やべえすげえ重くなっちゃったって言って切り直してる人、逆にすごい軽くなっちゃったって言ってレングスを詰めてる人なんか見てる人いるんですけど、俺営業でも実は起きてるんじゃないかと思うんですよ。でもそれはすごく危険なことで、そうじゃなくて、この正中線だけは何回切り直してもいいから、とにかく切ったら見て、自分のイメージしてるところにまずできたら、それがガイドラインになるわけだから、そのガイドができたらあと簡単ですよね。終わりましたのところまでが仕込みじゃないですか。そこからじゃあさあ立て入りますよっていうところから、頭を切り替えていかないとダメなんですね。だからもう絵を作るっていうところに切り替えていかないといけなくて、今の段階でまだ何も使い人材なんかもつけてないんですよね。会話で熱だけで艶感というんですかね、出してると思うんですけれども、あのよくほら撮影なんかで僕らがすごいしくじったのは、もう仕込みの段階からすごいベタベタに使い人材をつけたりだとかして、でいざ撮影してみたらもうギラギラになりすぎちゃって、でスタイリングつければつけるだけもっとギラギラしてくるみたいな。だからそのスタイリング剤っていうのは、特に撮影ストロークの光に対してはすごく相性が悪いんですよね。だから僕らが撮影するってどっちかっていうと、艶をどう消すかというか、その油分をどう消していくかっていうことの方を、テーマにしていくというか、だから実際のサウンドワークではこのスタイリングは絶対使わないんだけど、撮影ではこれを使うなんていうのは結構多いですよ。サウンドワークでいつもこのマスクを使ってるから、こういうリンクを使ってるから撮影でもこれを使うとなると、結構ギラギラになってしまったりとかっていうことがあるので、やっぱ撮影するときはね、頭を切り替えていかないと。あえてね、ハンディのこのストロボ、強いストロボを統一して、まあ、ハンドワイドのところで使ってるんですけれども、それもね、ファッションっぽくは光の強さで、ね、取れるので、そうしたんですけれども、ただ弱点としては、影がすごくおしゃれっぽくするんだけど、その逆にね、影がこういうふうにちょっとこう、出過ぎてしまうっていう弱点もあったりするんですよ。なので、こういう時は、壁にもっともっと近づけたり。ていくと影は小さくなっていくので、こういう引き絵のファッションの写真って本当に一番難しいんですよ。僕らもあんまりやらないんですけど、なんか穴がいっぱい出ちゃうから。今度ここまで来ると洋服が白でバッグも白でとなると、なんかすごくちょっと全然違いますよね。わかります。最初に言ってたその何韓国ファッションみたいなテーマからはかなり遠ざかると思うんですよね。じゃあ、例えばこれですね、ちょっと色のパックシパッと貼ることができます。さっきの白いよりはだいぶなんかこういいイメージの方にいったと思うんですけど、部屋の撮影だとやっぱりこれぐらいのなんか質感の見え方が見えた方がやっぱりこう部屋写真っぽくなってくるんですかね。なんかこうなって収まってしまうよりはやはりこれぐらいにしてきた方が、これも多分やってることはちょっと耳よりも後ろ向けを出すか出さないかと思うんですよ。これで結構印象が変わりますよね。というような感じで絵を作る。で、そのやっぱ、さっきから今日ねずっと言ってると思うんですけど、韓国ファッションみたいな言葉が今日出てると思うんですけど、やっぱりテーマなんですよね。テーマがとにかくそこからぶれないように、目指していくっていうことがね、すごく大切だと思うんですよ。そのテーマっていうのがこうはっきりしてこないと、なかなかいい方向じゃいかないのかなっていう。